金瀬セ夫2月から1980年2月22日は、日本の教員、労働運動家、政治家、衆議院議員。千葉県富津市生まれ、千葉市販学校卒業。戦後すぐに、千葉県教職員組合の結成に関わり、日本社会党に入党。1947年に、千葉県議会議員に当選し、 途中離党して民主社会党に参加するもすぐに社会党へ副党をしななき務める。1972年の第33回衆議院議員総選挙で千葉3区から社会党公認で立候補し、初当選。在任中、成田空港問題を取り上げ、1973年には、便通削減、ドルの流出による海外渡航の制限。 インフレ下での運賃値上げ、総需要抑制の立場からの航空3社への航空機の新規購入の半減指示などを理由に、羽田の過密の問題が解消するとして、新東京国際空港建設の中心を訴えた。人気途中の1974年、千葉県君津市のダム入札で、飛島建設と熊谷組が残ったが、飛島建設に、俺は東電に顔が利くと、 政治献金を要求、飛島建設が渋ると、飛島建設のスキャンダルを国会で取り上げると脅して300万円、巻き上げたことが発覚し、1976年に、強括容疑で逮捕、起訴された。また、同年、窒素石油化学、五位工場が1973年、1974年と、 大事故を起こしていたことに着目して国会質問を控える代わりに300万円を脅し取った疑いでも追送検されている。取り調べの中では1972年の選挙に金がかかったことなどを動機として挙げている。県議時代は京葉工業地域開発に力を振るうなど歴代県知事とも強い協力関係を築き地元では 面倒見の良い人物として知られていた。また社会党県本部の財務面を取り仕切り、左右対立や、教会派、反教会派間での激しい対立が起きた際にも、中立を保ちつつ、結果的には、党組織の維持を保つなど合案として知られた。木更津市役所に隣接する、機密教育会館に1982年2月に建てられた金税の銅像があり、 カセカンの名で、強度に尽くしたが、清掃の具に強されて、公職を辞したなどと碑文が書かれている。ありがとうございます。